県内は下越を中心に激しい雨に見舞われ、新発田市には土砂災害警戒情報が出されています。新潟市では道路が冠水し、通行止めとなっているところもあります。新潟市は今朝、周囲が霞むほどの雷雨となりました。新潟市中央区竜頭橋のすぐそばです。かなり雨が強くなってきました。ご覧のようにですね、その雨の影響で道が冠水していまして、車が通るたびにですね、このように水が歩道側に押し寄せてきています。県警によりますと、新潟市中央区と東区の4カ所が冠水による通行止めとなっています。 JR の在来線も運転を見合わせている区間があり、また新潟市と新発田市のおよそ4500戸が停電しています。新潟地方気象台によりますと、大気が不安定な状態が続き、明日朝6時までに予想される24時間降水量は、多いところで下越では80ミリです。下越を中心に大雨警報が出され、新発田市には土砂災害警戒情報が出されています。